次は大公開時代、いやーどんどんパフパフ、セルフでやってみた、効果音つけようか悩んでるということでね、はい、昨日はコンセプトアート、コンセプトアートだったっけな、はい、ご覧いただいたかと思うんですけれども、今日はいよいよついに、いや、ふぅー来たぜ、興奮収まらないっすね。ということでね、今日はフィギュア143体分をね、ようやく集めた。いやー、プロフェッショナルが大変だった。まあ、そこら辺はね、またね、明日以降で、ちょっとね、バイオ村観光ツアーっていうのをね、新しいシリーズでやっていこうと思いますんで、そこら辺で語りながらやっていこうと思うから、とりあえずは、まあ、もう早速ね、そうそう、フィギュア、これね、もう後ろブワー並んでるよね、ウェイとかさ、ウェルカムとかさ、リオン、あ、じゃあリオンじゃ、リオンでリオンって言って耳わかんねえや。おー、ここら辺なんかかっこいいっすよね。なんか戦って、お、これは、あれだね。うん、なんか、あんで、チューチューラットって、しれっといるんだよね。ということで、早速ですが、ほら、143分の143全部揃ってるっしょ。もうなんかもう生かすーっていうところなんですけど、まあこれらをね、全部ブワーっとね、銃も含めて全部見ていこうというふうに思います。いや、プロフェッショナルがね、もうほんと発狂しそうになったんだけど、なんとかクリアしたということで、じゃあ、やっぱ一番上からやっていきましょうか。でん。はい。ん?ちょっと待って。回転、あ、回転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 。あ、しかも揺れるね、揺れるね。いいね、いいね。あ、今回しかもボイスついてんじゃん。最高。やった。ということで、ズーム、ズーム。で、ここら辺非表示にしてやっていきましょうか。でん。ね、フィギュアと言うけど、もうほんと本物みたいっすよね。あ、レオンのレオンだ。はい。ということで、ボイス聞いてみようか。中に着てるシャツもいいんだよね、これね。あれ、これ上にどうやっていくんだっけ?上。あれ、ちょっと待って。ごめん、ごめん。上の行き方がわかんなかった。ん?上への行き方がわからない。あれ?上に。あ、違う。いっちゃった。シャッガーン。あれ?ちょっと待って、これ。映ってないよね。上の上げ方が、あ、ないのか。あ、拡大か。あ、なんだ、横移動だけなんか。そうか。じゃあ、上からの、あ、覗き込めるわ。じゃあ、ボイス。Story of my life. 泣けるぜ。いや、もう、レオンと言ったら、このセリフっしょ。Story of my life. Story of my life. かっこいい。しかも、なんかちょっとやっぱフィギュアだから、若干こもっている感じの声がいいっすね。はい、じゃあ、もうどんどんサクッといきましょう。143体だからね、一つに1分かけてたらもう、143分になっちまうからな。次次次。はい。Where's everyone going? Bingo? あ、ごめん。Where's everyone going? Bingo? ええな、Bingo! 中野バーガーのシーンっすね。いいね、いいね。やっぱショットガンってこれだよね。うん、これかもしか僕あのスパス13が好きだったりするんですけどね。この揺れる感じもたまらないよね。レオンの筋肉のつき方程よいよね。これ以上なってくるとなんかもうゴリラって感じするけど、これはギリギリ人間の頃のレオン。あ、レオンはずっと人間だった。はい、じゃあ次。You think I'm gonna give up that easy? いやー、なんとかかんとかなんとかイージーっていうことで。いやー、そこの、このね、シカゴタイプライトを手に入れるためにね、奔走したんですよ。これが最後にあ手に入れられたね。なんだっけ?あ、そう、武器だったからね。え、これもちょっと待って。レオンさ、若干さ、これ、ハゲ隠しになってない?ハゲ隠し、あ、ちゃんと後ろ、あ、分かった、てっぺんハゲになっちゃったんだ、この帽子かぶったことによってね。あ、そんな睨まないで次行くからさ。NEXT。お、カジュアルだね。これ、キラーセブンか?今度これでやろうかな。後ろのこのマークが若干、あれだよね、USA99、95。何なんだろうな。若干、この盛り上がり方が、ロスミノルダする教団のね、あれに見えるけど。ということで。いいよね、こういう感じの、これなんとなくバックトゥザフューチャーのマーティーな感じがする。うん、次。 I'm gonna get you home safe. You're safe. ギリギリ you're safe. この武器だったらなんかどっちかっていうとそうだな、ライフルとか構えてたらかっこよかったかもしれないけどね。いや、白髪のレオもなかなかいいっすよね。これ乳首見えないか、無理か。乳首、男の乳首だったらいいんじゃないですかね。なんかコリコリのいけた、なんかちょっと面白いかな。I'm gonna get you home safe. シュールすぎるわ。はい。じゃあ、NEXT。お出た。これ何だったっけ、ヒーローだったっけ。アスロエイド。アスロエイド。ねえ、なんかこれ、ロード・オブ・ザ・リングとかに出てきそうな感じがするよね。うん。若干でもこの格好、老けてるように、あ、ちょっとニヤッとしてる感じがセクシーだよね。ちょっともうちょっと下がるか。ね、これちょっとニヤッとしてる感じがたまらんよね。いい、じゃあ次。お、ヴィラン。Try using knives next time.
りあえずネクストチチチチチチ、そうこれでやってたんですよ。これで最初トロッコをやってたんだけど、あまりにも処理落ちがひどすぎて、でちょっとこれあれだよね、ジェネシスみたいだね、 FF7CC に出てくるさ、うん、でまあその声やってんのもさ、この声の時だけ森川さんじゃなくてガクトがやったりとかしたら面白かったんだけどね。アシュビみたいな。さあじゃあ次行こう。来たー、これですよ、これが見たくて、こうそうそうそう、もう注目する物件、注目する物件。あ、このブローチはあれなのかな、大学の使用、それとも個人で買ってるの。ほらアシュリーがセニョリータ has a name アシュリーって。あセニョリータ has a name and it's Ashley。 あ、見えた、もうこのために生きてるっすよ。生きているんだ、素晴らしい、生きてるって素晴らしい。いやー、この真ん中の戻るいらないね、真ん中の戻るがなくてもいけるようにこうやっといて、アイクサムネコーホゲッチュー。いやー、これやばい、何時間で見てられる、これだけで何時間で見てられるね。ブルンブルンブルン、あー、名残惜しいけど次、なぜならだよねえ、あ、そうやね、だ、え、やばくない、この弾力。あ、ちょっとあれだ、これストーリーの後半だね、電線っていうか破けてるもんね。え、見てみんな、やばくない、ほらプルン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 、こんにゃく畑でこんにゃく飲んでった、パフパフ、ふぅ、バンガンライフの攻略もあったっけ。ただのエロ親父なんだよな。ねえ、まあところがこっちでね、そのニットにさ、絶妙にそのラインが見えてないっていうのをまたね、なんだろうな、スポブラでもつけてんのかね。うん、で、スポブラつけてたらね、スポブラするとあの 60% か 70% は乳揺れが抑えられて腰、腰痛にならないとかっていうから、まあ、こう、ああ、いや、たまらんな、ちくしょう。この角度とかどうよ、この角度。おーおーおー、あ、待って、ま、みんな見た、太ももプルンプルンよ、ほらやばくない。 You do a lot of missions like this. You do mission like ねねねねねね、ほら、いやこれごめん、2時間超えるかも。あか、次行こう。 Next、 あ、 Awesome、 すごい。でもこれね、知ってた、ほら、ゼンマイ式なんだ、足。ね、いや違うんだよ。これでかかと攻撃とかしたら痛いんじゃね。でね、これ気づいたんだけど、走ってて、アシュリー編これでやってたんですよ、プロフェッショナル。ほら、このラインさ、お尻のラインさ、これ、あれだよね。アシュリーのアシュリーだよね。アシュリーのアシュリーどんだけあるんだって。ね、ここら辺やっぱ布にしてないとね、ガッチャンガッチャンってなるから。いや、これはたまらんぜよー。ういね、でもこの全く見えない中にあるさ、この表情一つだけっていうのがさ、もうこれもこれでちょっとそそるよね。次、あー、なるほどね。次これでやってみようかな。あれちょっと待って、あ、なんかすごい重くなった気がする。この黒い服でもさ、この膨らみがわかるっていうのがやばいよね。これおへそとか見えたら最高だったんだけどね。おへそでいいんじゃない？この下の服いらなくない？ねえ。アシュリーが。これでも揺れてる？あ、揺れて。やっぱ、ねえ、もうここまで顕著に乳揺らすんやったら、もうあれよね。普通に出したらいいのに。もう。I love him! ねえ。お、ここはどうだ？あれ？気持ちラインが。あー、ギリギリ。でもタイツ履いてるからちょっと分かりにくいよね。無理か。いや、これスタイル最高っすよ、本当に。NEXT! あー、これね、これね、第2パートの方でやらせていただきましたね、僕がね。いやー、このお尻のラインが丸分かりするっていうのがこれたまらないよ。隠しちゃってんだけどね。隠しちゃダメよ。そう。で、この前のリボンが揺れてるから気づかないと思うんですけど、意外とちっち、あれ？微妙だな。やっぱニットの時の方が揺れてるな。でもこれ白髪の足も可愛いよね。Hey, we're a team, right? おい、
Hey, we're a team, right? うん、してるしてる。もう君とチームになれるんだったらもう本望でございます。いやでも本当谷間の一つでも見えるような服装がね、今回ゼロだからね、それがちょっとやっぱなんかポリコレだっけ、なんかね、人種云々とかっていうのが厳しい時代になっちゃったよね。これそういえばさ、うい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 、あーちょっと難しいか。あーちょっと光の加減であれだね。いやてっきりあのこの下にあの黒いやつをつけてるのかなっていう感じがしてたんだけど、それらしい線もちょっと見えないですね。無理か。じゃあ次行きましょう。あ、ここから。El amigo。El amigo。ねえ。バキュンバキュンって打つあれがあったらいいんだけど、なんか、これさ、アシュリーじゃないや、この格好にさ、もうちょっとさ、武将髭がさ、顎髭あたりにとか、ほっぺたあたりに生えてきたらさ、あの、デトロイトに出てきた、なんだったっけ、コナーじゃなくて、コナーの相方やってた刑事いるじゃん。カール違うな。すごいちょっとかっこいい名前だったんだけど、忘れた。ぽくない？ねえ。フェイスモデル一緒だったりして。いや、なわけないか。年齢が違うすぎるもんね。28歳と50何歳だったな。これ、ジャケットかっこいいよな。こういうのを着こなせるスタイリッシュな大人になりたい。ちょっと僕、ごつめだから無理だけど。NEXT! きたー！ご神体！これが本当のご神体。You don't seem surprised. You don't seem surprised. ついに。ほら、ついにエイダのエイダが。うわー、これどっちをサムネにするか悩む。見えた。これ見えてるよね。注目。いやー、これもしかしてタイツの下は履いてないんですか、お姉様。そんな罪深いことが許されるんですか、お姉様。お姉様ね、あ、やば、え、やば、ニットじゃないよ、これ。身が揺れてる。果実が2つ。え、メロンとスイカ、スイカとメロン、ウォーターメロンとメロン、やばやばやば。うわー、このチャックとか外してさ、ちょっとずつ外してってさ、下からスッて入ってって上まで行って、ニットの下から、うーい、やばいやばいやばい、次行く。これじゃやばい。あー、ちょっとあれだね、新打ち登場って感じだね。 How did I get here? What's your sit rep? ハニガンス here? このハニガンいいな。このハニガンもいいな。あれ、もしかしてだっけ、あれ、こんだけ、あれ、ハニガンも、でもハニガンですね。これ いくつだったっけ、ハニガンって何歳だっけ。あ、でもさすがにお尻いっぱい揺れない、失格です。メガネ外してくれたんだけどね。 NEXT! ちょっと予想外のやつ来た、びっくりしたい。 EXCELLENT! 褒めてくれた、ありがとう。 EXCELLENT! なんかあのあれだね、あの原作の5の方とかだったらすごいさ、こうなんか若々しく見えたけど、なんかもう年相応のおっさんになったって感じするよね。だってこの時44だっけ、2004年、98年の時に38歳だったから、6年経って2004だったら、 あれか。でも44歳でこの体だったら最高だよね。俺もこんな感じのダンディーなおっさん目指そう、マジで。うん、今から13年後かな。じゃあ13年後じゃねえ、まだ30歳だ。あ、マイク、いい店知ってんだ。タタ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 タってね、やっぱカプコン製のヘリはね、なんかあの、なんだっけ、空飛ぶ棺だったっけ、なんかナルニーの、ナルニーさんのやつでね、見たことがあると思うけど、こうライトがあって、銃が、機関銃がいっぱいあって、でミサイルが8発じゃ7発プラス7発かのトータル14発撃てますよということ。14発あるんだったらね、2発ずつ撃つって、え、まあいや、もうちょっとよくわからないから次行こうぜ。NEXT! おう。Welcome! この武器商人が一体何を持ってるかなんだよ。これあれなんだよ。ゼルダの伝説のね、お面屋さんなんだよね。このね、荷物の抱え方ね。ここら辺にマリオのお面とかあってさ、プルプルすな。で、弾薬売ってんじゃん。売ってくれたらよかったのに、もう、一周目の時超弾枯渇してやばかったっすからね。マジでマジで。あれ？手榴弾も売ってるし、下はなんだあれは。マイナスドライバーとプラスドライバーとペンチとかなのかな。で、ハンドガンとか売ってたりとかね。ちょっと喉乾いた時のウイスキーかな。いやーすごいな。これ目見たいけどな。あ、目見れ、あ、無理だよな。無理なんだよな。これ、なんか上にずらしたりとかしないのかな。あ、いけた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 。ごめんごめん。え、説明に、あ、
ヘイコイド、そういうことか。はい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 、いけたわ。でも今回目いってないよね、普通にね。なんかもっと赤かったもんね。次は誰だ。あ、出た。これ誰だったっけ。マリオとルイージだっけね。マリオ、ルイージって感じだよね。Why did you come to this horrible place? 一人しか喋ってないぞ。あれ、あ、なんだ、こいつらが死んだ理由分かったわ。銃持ってないもん。そりゃ銃持ってなかったらさ、死ぬわっていうね。なんで丸腰で言ったのよ。神隠しでさ、人が絡んでるって考えたら、普通に銃持ってないともしかしたらやべえやつらがこう襲ってくるんじゃないかって想像つくと思うんですけどね。あ、彼らが死んだ理由が分かったわ。結構ガタいいんだよね。じゃ、ほらだって、あ、でも若干、いやそうだね、シャツのせいのだけだもんね。うん、ジジイだけどすげえ体がいい。これは寄生虫のせいなのか、それともあれなのかな。あ、いや、次行こう。あ、いいした、あ、見つかっちゃった。これで攻撃してくるのなかなかあれだよね。あ、なんかなかなかラフなおじさんですね。へえ。いやー、いいな。この血管の出方がやっぱね、そこそこ筋肉質だっていうのをね、こう表してる感じがするよね。やっぱ目はいっちゃってるけどね。よし、次。あ、出た、発狂バーだ。これ発狂バーってさっきのスキクワ持ってたらやばいんすよね、マジで。でも山だ、ちょっとこっちの方が出来上がってるもんね。うん、このなんかでもシミの感じとかもやっぱりね、こう年齢って感じをするよね。あれ、でもそうか、若い子らは全部プラーガに耐えられなくて死んだっていう設定だったっけ。それ原作だったよな。今回なんかそれらへんの、そこらへんのあれ、右、おうおうおう、動くフィギュア。わーい、マエストー発狂してんなー、マジでやば。え、どうする、皆さん興味ある人いるかな。興味ある人、あ、無理か、さすがにババアなおばちゃんの、あれちょっと待って、おばちゃんのスカートがさ、なんかほら足の中見えちゃってんですよ。なんだ、膝パッとしてたのか、おばちゃん実は、おばちゃん実は膝パッと燃えないかな、このフィギュア、やばいね。で、あー、こいつね、俺のレシピ、どうしよう、コメントが浮かばない。ただこいつのさ、命中精度やばかったよね。原作と違ってマジで上手だったもんな。 NEXT アバンドーナ、アバンチュール。これの脅威は今回あんま感じなかったっすね。かま、うん、邪教徒で苦しめられたっていう印象はあんまないな。やっぱ最初の村人で結構慣れたからかな。てか大体全員ボルテモート。次、あ、盾だ。あ、なんか邪教徒といったらなんかこの声って感じがするね。森ネズミ、森ネズミかさ、燃えれ燃えれ燃えれか、ね、これもしっかりとね、ここにね、邪教、じゃあなんだ、教団の文字が入ってるというかね、その中でプルン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 してるね。次、あ、今回の新キャラでございますね。うん、意外となんかちょっとね、小柄だったしさ、可愛く見えちゃうっていうのがさ、やっぱでも手ごっつ、歯もちょっと汚いですね。でもやっぱこうちょっとした女性の盛り、あれ、プレイジはすごい女性の盛り上がり、やっぱ女だなって思ったけど、これ見るとなんか男でもかいいなっていう感じのあれだね。なんだ、ないじゃん、残念。男の5割はそこを見るから。出た、ルシファーニーガン・ルシファー来たよ。これね、嫁さんの名前を金属バットにするのってどう思うって感じなんだけどね。金属バットとか鉄線かね、やばいよね。あ、てかこいつあれなんだ、裸にライフジャケットって変態やないか。次、あー、出た、ビリ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 。なんか このガスマスクをつけた、うん、邪教徒じゃないな、島の住民がすごいこう、島の住民うんぬんかんぬんって言ってたのはこいつらがその元々の住人なのかな。あれ、これ手袋じゃない、あれ、待って待って、結婚してないこいつ。
左手指輪の跡がある、指輪をつけてたような跡がある、他なんか日焼けして、再退社だったという、ね、新たな発見、あ出た、あごめん、あんたごめん、もう一回お願いしていい、なんてね、いやロケラン、ロケラン今回苦しまされたって感じはしないよね、うん、まあ、なんかゲリラ戦が得意な感じがする、ゲリラの一人で、次、あ出た、もうお首がパックリ割れてんだよね、こうなったらどうやって元に戻るんだろうね、よいしょ、あもうこれいっちゃってるよね、あ違う間違えた間違えた、次、あーこれね A タイプね、 A タイプもこれ目を見るとなんかいろいろあるんだよな、なんかこれムジラの仮面の目みたいな感じするね、そっから実はパクってきてる、任天堂のあれパク、おお背中に触覚が入ってたんだ、これで更新してたりしてね、ピー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 レオンがそっちに向かったよっつって、こっちで、B タイプですね、今回こいつさ、あの一撃死だけじゃなくてさ、あの遠距離攻撃もかましてくるからマジで大変だったよね、しかも天井にぶら下がったりとかするしさ、でしかもあの島でもこいつ出てくるもんね、結構こう苦しませられた、体力高いし一番、うん、で意外とめんどくさい発狂中、うん、C ね、でもあれだね、 A から B に成長して長かったな、 C なかったね、 C になるってことちょっとあれなんだね、あの収縮する感じなんだね、背骨ボキボキやな、でこれがはっついて、あなるほどなるほど、体の中にも触手を入れてるし頭にも触手ぶち込んでるんだね。あーなるほどなるほど。了解了解。そりゃ、え？耳が2つある。こっちも。こっちはないんだ。ね、耳が2つあるよ、ほら。この人3つ耳持ってる。よく聞こえるかもしれない。レオン下手したらすぐバレるかも。スニーキング難しい。次、あー出た。プラガシーだね。あ、ここにちゃんとお口があるんだね。あ、しかも目ある？これ。目がちゃんとあるんだ、これ知らなかった、見えてんのかな、わかんないけどね、あこれ待って、たまたまこいつオスなのか、たまたま2つある、オスだった、ここまででかい寄生虫なんかいたらたまたまじゃないけど、多分全人で発狂すんぞ、 NEXT、 あー豚、イノスケって言われてるよね、なんかあれだよね、牛かぶってるだけだよね、何の特殊プレイだこいつね、しかもこれ目見えてなくない、あれガラドールの全身ですかこいつ、なんかもうケンタウロスみたいな感じになってるけどね、プランプランしてるし、あーじゃあ次、イノスケパート2、あこれで装填するのね、はいはい、そういう細かいとこまでちゃんとやられてるんだ、でなんでさイノシシかぶってんの、おっこと主になりたかった、あれ音楽やんだ、音楽やんだね、なんかちょっとバックミュージックにもつけながらやるかね、なんかちょっと面白さのバックミュージックつけながらやってみよう、ということで次、いやー今回マジでね、やっぱりあのプロデューサーじゃなくてなんかゲームクリエイターの人が言ってたよね、なんかあのやっぱり普通のそのなんかいろいろ行走とかやるよりもなんか普通の敵の方が結局怖いみたいなさ、普通の格好のチェーンソーが一番怖いっていうね、わかる、ただまぶたはつけてあげて、もうこいつドライアイまっしぐらよ、ほんとパソコンの前立ってなくてもドライアイまっしぐら、多分俺より乾燥カピカピしてんじゃねえか、この袋の麻布取ったら誰になるのかって面白かったのが楽しみだったけどね、まあ、そういう暴くなってきたらないけどね、謎は謎です、まあまあございます、次ー、あー出た姉妹ね、なんか発狂してるよね、でこいつらなんでこうチェーンソーの人たちって顔を隠すんだろうね、うん、なんか見られたらダメっていうあれがあるのかな、ごめん、なんかちょっとこいつに女を感じてあげようと思ってたけど、そ
それは無理だったね。どっちがお姉さんでどっちが姉貴なんだろう。あ、ちょっと姉貴もお姉さんも知らない。どっちが妹なんだろうね。あんま知らないけど、右がお姉さんかな。ローリアラスプローラー、カンテラがなんかいろいろあれなのかな。うん、こいつ非常にめんどくさかったけどね。いやー、本当に。なんか、ドックンドックンしてるし。他はどこよ。一応これか、ここじゃないもんね。これは被り物だもんね。あれ、ちょっと被り物の先に、あ、ちょちょ、むずい。ほら、ロスミナレ、なんだ、ロスイルミナです。次、あー、コロミロスね。うん、ワンワンを特に答えます。あ、強固体ね。強固体を倒すときさ、あれなんだよ、ロケランで一発で散ったから村中央行ってないんですよね、ごめんね。マジで悔しかった。なんでこんなやつにやられなきゃいけないんだろうと思ったんだけどね。お前、ぶっちゃけ目見えんじゃないと思うけどね、言われてても。薄めて実は見てただろうっていう話だよね。意外と、もっと歯が汚いかと思ったら、ちゃんと歯並び綺麗だね。あれじゃろって、胸毛すごくない今。あ、胸毛じゃないのか。あ、なんだ、ただのギャランドゥーか。じゃあ次。おー、これ。なんか、ちょっとずつこう面白いよね、こいつらね。こいつもギャランドゥがすごいわ。こいつに関してはもうあれだよね、まぶた閉じられる云々じゃなくても、この鉄仮面によって周りが見えてないっていう感じだもんね。なんでこんな鎖ガッチガチに固まっちゃったの、超めんどくさいな。で、今回あれだもんね、爪の出し入れが、じゃなくて常にこの広がってる状態だもんね。あー、これね、最初。おお、怖えな、なかなか。これ最初ね、ほんと、ここの仮面をさ、バコバコバコ打ってたけど、実はこの寄生虫の部分を打たなきゃいけなかったっていうのに、後から気づく。すげえ弾の無駄遣いしたなと思ったもんね。いや、これちょっと気づかない。だって原作だってさ、こんなん出てないでずっと頭、バコバコ打ってたからね。だから原作を好きな人を泣かせる、まあ、敵だったんじゃないかなと思ったりするけど、ね、これしっかりとこの中まで寄生虫がね、入ったりしてるね。次、あ、出た。これさ、鉄のあれ、絵があったじゃないですか。鉄、金、血、朽ちた剣。それをかたどった鉄の剣を持ったやつなんじゃないかな。元ネタはそれだったりしてね。元ネタっちゅうかな。あれ、今回あれだね。このね、中がね、あった。目がちゃんとあるんですよ。赤く光ってんすよ。ほら、こうやって。ね。ということでした。まあ、しかも後ろに目があるのでなかなか厳しいよね。お尻。次。で、ああ、のびちゃんね。のびさどうね。こいつもなんかもう登場が、シーンが一番多くてさ、こいつが一番出世したんじゃないか。羽はプルプルせえへんとか。ね、お目目いくつあるのって話やねん。バッタみたいな。うん。こいつが一番出世したと思うよ、マジで。いろいろとね、マイク殺したのもこいつだし。じゃあ、そろそろボス級出てこないかな。あー、出たー、もうこいつほんと、あ、ちょっとね、しまった。ほいほい、こっちか。ちょっと声が低いんだね。ごめん、声を聞かせるな。ボイスやるな。こいつちょっと、しかもそう、動きが速くなって、あれ元は女性なのかな。若干チチあるよね、なんかお尻の割れ目とかなんか妙にリアルなんで、プルプルすな。いやー、こいつマジで苦労したわ、ほんと。あ、ちょ、ねえ、ハリネズミだよね。まあこいつに関してはやられ、倒した後がめんどくさかったけど、頭だけにね、こう弱点が集中するっていう意味ではすごい楽だったかもしれない。なんかこいつ捕まってナイフで抵抗しなかったら即死するらしいですね。僕はそんなことなかったからあれなんだけど、実はそうらしい。だいぶ怖くなった。あれ、あ、強固体の方か。はい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 、そういうことか、そういうことか。
寄生虫8個とかね、超めんどくさくなったんで、ね、お尻プルプルしてた。今って何分？あ、出た、デルラゴ。尻尾こんな長かったんだ。こいつね、マジで苦労したんだよね、結構。初見の時はなんか一撃クリアできたけど、ハードコアとかプロフェッショナルやってる時さ、なんかだいぶ苦労したんすよ。あ、違う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 。勝負とこんな風に鳴くのかな。ちょっと歯並びがさ、 奥歯がまさに人間っぽい感じの奥歯になってるんで、意外と綺麗な歯をしている。じゃあ続いていきましょう。あー出た。下半身がなんかね、か弱くなっちゃったよね、すごい雰囲気が。まあでもこいつね、このまま歩いてくるっていうね、結構難しいあれになってたから、まあ、僕の中ではあの成功したあれなのかもしれない。うわー、エルヒガンテのエルヒガンテは小さそうですね、うん、体のサイズに対して。で、あ、実はこっちだったりしてね、本体はね。さあ次、これさ、あの実際のところちょっと僕わかんないんですけど、最初さ、塔のところでね、あの石潰してぶん投げてくるタイプいたじゃないですか。その後さ、溶鉱炉のところで出てくるときって、この一部が、あの、お顔の一部が壊れた状態で出てきてましたやん。あれ、だから、落ちたやつが溶鉱炉で待ち構えてたんじゃないかと思うんですけど、そこら辺どうなんですかね、ちょっとよくわかんないんだけどね。じゃあ次行こう。出た。オーファーマイティ。オーホーマイティ。こいつがなんだかんだ人間体の時が一番強いんじゃないかって、なんで化けちゃったんだっていう感じだよね。ね、ちゃんとイルミナスのね、ほんと神父様って感じするよね。帽子がしれっとブルッとしてるよね。ちゃんと義眼も目立ってるよね。次。あー出た、第一形態だね。ここに弱点があるっていうのがね、知らなかったんですよね。なんか2階からその弱点をナイフでぶっ刺せるっていう、なんかミッションというか CP があるらしいから、ちょっとそれをね、ツアーやりながらチャレンジしてみたいなって思うね。 Behold the miracle。 ほんとネイルするの大変そう。お爪のケアは大事にしようね。サソリとムカデを融合させたみたいな感じになったんだね。 Behold。 ああ、ちょっと何、 Repent childおぉ、子羊よ。チャイルドって子羊って意味なんだよね。知らなかった。それともそういう威圧をしてるだけなのかな。なんか急にさ、サソリみたいな、この爪が生えた時びっくりしたけどね。まさかの木の板とドラム缶ぶん投げてくると思ってなかったからね。しかもめっちゃいい筋肉してるよね。肩幅なかなかいいと思う、これ。何歳かわかんないけど、50代。ああ。尻尾が長いんだよね、こいつね。でもかっこよかったよな。あ、肺が飛び出てる。ってことはこれ、うん、まあ普通にでもあんな固まる、人間ですらカチカチにならないってことは、やっぱそういう虫特有の何かがあるんだろうな、あの液体窒素でカチカチになるっていうのはね。口の開き方がね、どうやってあなたそれご飯食べるのよって感じしてるけど。じゃあ次行こうか。右腕って発言なかったけどね。ああ、Dearest Master。ただのおじいちゃんになっちゃった。実際のところこいつが何歳だったのかっていうのはさ、一切触れられてなかったからね。実際のところ何歳なんすかね、この人ね。うん、いやー、ほんとでもこのシワの感じからさ、私実は二十歳なんですって言っても、もうお前それって嘘だろってなっちゃうよね。よし次。あー出た、今回こいつやられた、マジで。サッチョフォーミスター・ケネディ、いやーもう君なかなか強かったっすよ、ほんと。なんかもうか顔しかいなくなった、顔しかいなくなっちゃってるけど、体ねえ、あ、ちょ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 、むずいむずいむずいねえ。いやー本当にこんな移動しまくるねやつと思ってなかったからね。こいつで結構やられちゃったっていう人もいるんじゃないですか。まあ僕ほどゲームが下手な人なかなか世にも珍しいかもしれないですけどね、うん、いやでもいい進化遂げたと思いますよ、原作と比べたらね。原作なんかも、あの右側にいてコマンド入さえ入力してたら一切ダメージ食らわないって感じだったからね。次。あ、出た。Knives are faster. Knives are faster. これもやっぱどこか、やっぱ背中がプルプルするんだけど、これ中何詰まってんだろうね。この中にあれ、アーチェリーとか仕込んでたりってことなのかな。これガンホルダーに銃も何もないけどね。あ、これなんだろう。
なんとかアローンかな。まあ実際ハビエの事件がどうなったのかっていうのはあまり触れられてないからね。ダウンロードコンテンツエイダーはほぼ確定だと思うんだけど、まあぜひクラウザーの、過去の物語なんかっていうのは、まあエイダー編を通しながら暴かれていくとかあったら面白いんだけどね。今回エイダーとクラウザーの絡み一切なかったもんね。そこら辺もどうなるかでね。まあ、とどめは多分この状態でエイダーが刺すんだろうけど。Witness the power! Witness the power! 右手がもう完全にね、縦じゃなくなったもんね。縦ってか、まあ右手もともと何もなかったか。で、これがファサッと開いて縦ってなってたって感じだね。で、心臓がブヒョってなってないもんね。ゴリラって。かっこいいじゃん。中二病。I am Osman Sadler. I am Osman Sadler. 違うです。あなたクリル先生です。あなたはこの後ろを吐いてしまったら、ボルデモートに寄生されたクリル先生でございます。あなたの出番は賢者の石で終わり、ドクドクすな。でこいつらマジで何なの？後ろのさ、連中さ。もう、ただのエセンプレイだよね。なんで顔見させてもらえないのってね。全員ちゃんとおっぱいあるじゃん。ただの教祖様の趣味変態プレイっていうところだよね。次。いや、今回のサドラやっぱラスボスっていう感じが超強かったと思う。見た目もそうだし、やっぱノビちゃんが出てきてね、こう、まともに戦いをさせないっていうところが強かったと思うけど、これ、ますます戻りにくいよね。You require absolution. ここまで言ってね、まあ、教祖様ってさ、その、どんなことが起こってもやっぱり冷静沈着だからこそ教祖様なんだけどさ、自分が発狂しまったらダメだよね。それがあなたの範囲と教団が潰れる原因だったぜ、ベイベー。相棒パート1来た。相棒パート2がね、あれだけどね、マイクだけどね。ちゃんと足痛めてるっていうのもあれなんだよね。これでも、犬というよりはなんか、狼っぽいけどな。こんな綺麗な狼、珍しいかもしれないけど、この地域特有かなのかな。牛もあれなんだね、ちゃんと。フィギュアになってんの。これあれだね、普通、獣肉と特上獣肉だよね。バイオビレッジに。豚ビレッジから引っ張ってきたんだろうな。いや、豚がさ、ガラードを襲ってんの見たときは爆笑したけどね、あれ超おもろかったわ。これな、あれじゃないの、実はTウイルスを広めたやつなんじゃないの。それがスペインに逃げてきたみたいな。今回のカラス全部でかかったもんね。これ本物なのかな、声が。で、パパ、ママ。で、ランカーバス、ランカーバス、ブラックバスね。目と目が合う瞬間。もうもはや、二人の声じゃないね。二匹の声じゃないの。ただの水を跳ねる音なのよ。こいつね、なんか害虫って言われちゃってかわいそうだったよね。なんかもっと害虫になりそうなやついっぱいいるのにさ、こいつだけなんか殺しのターゲットにされてちょっとかわいそうだなって思った。で、しかもまさかこれ生で蛇食うっていうね、もうレオンもはや、浄化してるからね、バイオセブンに出てくるさ、ベイカー家の長男になっちゃってる。ベイカー家の長男はあれか、ルーカスの子だったんで、お兄さんね、蛇生で食う。ザリガニとかと変わんないじゃん。こいつはただ出てきただけだもんね。何にも関係なかったもんね。倒すターゲットでもなかったし。なんか可愛い。もはや声も何もないっていうね。こいつの効果って結局なんか黄色ハーブと同じらしいっすね。だからまあ普通に1万円だから売れた方がいいっていう感じでね。効果しそうかも。あいつ。こっからもはやボイスが出なくなった。はい。じゃあ地味にね、これ、剣取っちゃって書いてあるんですよね。食ってきたんだな、R1 ね。9ミリだ。ガチュー。SG。ナイス。で、これがパニッシャーだっけ？ちょっと僕ね、あんまね、実は銃が詳しくなくて、M92F が好きって、そのくらいしかないんですよ。あ、出た。ストップ。ラインってちゃんと印字してる。印字というか、掘ってあるというか。銃声ができたらよかったのにね。パニッシャーじゃねえ、ブラックテイプね。ブラック結構使いやすいんだよね、なんだかんだね。マチルダ。まあ、無限弾が使えるようになったら、マチルダとかでダダダってやった方が面白いのかもしれないけどね。マッチオーダー。
で、これはセンチネル9だったっけな。うん。センチネル9だね。そうだね。うん。Peace through fighting。戦うことで平和を。やばいな。つまり、皆殺しってことだ。ショットガン。ライト。ライオットガン、今回結構使いやすかった。結構ライオットガンのものでセミナーとショットガンがどうなんだろうね。使いやすいのかな。あ、めっちゃ詰まってるのかな。じゃあ、これ、あれか。ふーって負けるね。なんかその範囲が広くなってる感じがして、あまりにも散弾しすぎるとちょっとやりにくいかなと思って、僕はライオン使い続けたんですけどね。これは、なんだっけ、なんとかシェイカー。スカルクラッシャー。それは、あれだ、三頭筋を鍛える技だ。でもこれあれだ、ターミネーター2のシュワちゃんが使ってたショットなんだね。で、次。あー、なんか今回マシンピストル正直微妙だったよね。あんまり恩恵を受ける感じがしなかった。これも L5 だよね。LE5 だよね。まあ、あの、スワットとかがそこら辺が御用達で使ってそうな感じ。あ、で、シカゴタイプライダー。これが最後に出てきた。こいつをぶっ放しながら村案内ツアーをしようかなと思ってさ。はい。で、今回のライフルはね、正直ね、ちょっと照準がすごいやりにくかった。難しかったってなのがあるね。で、セミオプライダー。あ、なかなかこいつだったよね。こいつが結局最強なんだよね。で、そう、こいつさ、最初手に入れた時、まさかのライフル弾を使うっていうことがさ、うん、もう罠だよね。ライフルをこんなさ、ダダダダダダダって、まあ、できるようになるとしたら無限弾が使えるようになってからっていうところだよね。そうしないと破産するわ。出た。マグナム。男のマロン。マグナム。銃砲。これに近い武器、うちにもあるけど。おじいちゃん、あります。で、キラーセブン。キラーセブンをトルコのパイソン、コルトパイソンじゃない、なんだっけ、デザートイーグルね、トルコパイソン、あっちの方に出た。で、マグナムイーグルじゃなくてハンドキャノン。おいおい、それでゾウでも殺す気かよっつってね、これ特に何か印字されてられはないのかな。そうだね。よし、じゃあ次こっち。あ、ボルトスラム全然使わなかったね。全然使わなかった。こいつでもこいつで5体敵を倒さなきゃいけないっていうミッションもあるんで、また裏の方でシコシコとやっておこうかなって感じですね。ワーケット、ワンチュー。こいつには散々ね、助けられた、プラス苦しめられた。うん。あの、撃つたんびに自分が爆死してってんだもんな。大変大変、ほんと。今回あれだもんね。なかなか敵に着弾しないし、なんなら爆弾の範囲が、爆発の範囲が広いのに敵にはダメージ与えられない。自分がこう、のけぞったりダメージ食らいまくったりとかって、結構ロケランの扱いが大変だったっていう記憶がある。で、これはキッチンナイフかな。で、ショートナイフ。で、コンバットナイフ。これあれらしいね。あの、マービンからもらったナイフらしいですね。で、クラウザーナイフだね。ファイティングナイフだったかな。で、プライマルナイフですね。これくるくる回せられたナイフ。あとは、あ、今回のあれだね。クラウザーのやつ、あの、くるくる回すやつがなくなってるね。指輪みたいなところ。で、あ、テリュウ。こんなものまでフィギュアにしてんだ。まあ、これをカチンと外してレバーをね、押さえてると、相手は爆発しないけど、離して数秒後に爆発すると。まあ、これも一緒っすね。これもピーンって外して、ドゥーンってなるやつだね。これも一緒っすね。うん。フラッシュジェネレイ。じゃあ、フィルフルジェネレイ。How to use。あ、使い方書いてあるんだ。ちょっと遠すぎて見えないけどな。フラッシュグレネードですね。卵。卵ね。なんか卵、なんか金の卵を2個ぶつけたら、サラザール死ぬって書いてあるんだけど、あれ本当なのかな。ね。わかんない。スピネル。これ。宝石も一個一個あって、ちょっとこれ現実世界で引っ張ってこれないかな。ねえ。うん、一個3000円でも売れたら高いぜ。ここに多分20個くらいあるから6万円だ。やった。2ヶ月遊べるぜ。ブルベットブルー。オーゴンインゴット。で、オーゴンインゴット大。金塊か。じゃあ、インゴットはこっちか。これだね、インゴット。これなんかの宝の地図になってるのかな、これ自体ね。ワンピース。で、真珠の、あ、てっきり、あれか、ペコちゃんがいるのかと思った。女神様かなんかがいるね。で、懐中時計ですね。ただいま、時刻10時10分、違います。2時半でございます、夜中の。うん、で、なんだったっけ、なんかあの、
ホタルの光ホタルの光さすところで、アンティークパイプだね。なんか花みたいな、これなんかインドネシアとかそこら辺にありそうな感じがするけど、まあでもスペインだもんね。あ、じゃあこれあれだ、ロスミダリさんな、赤教団のやつだ。で、真珠バングルですね。で、指輪、僕と結婚してください、やだよ。で、黄金のバングル、これも何個書いてあるのかな、これ花柄なのだけなのかな。特に意味はないような。で次、これはあれか、邪悪な宝石だったかな。で、あー、ルビーと真珠のやつね。鏡よ鏡よ鏡さん、この世で一番美しい真珠はどれ、これについてるやつ。次で、黄金砂時計ですね。これ何分なんだろうな、5分とかかな。で、なんか、香水瓶ですね。これをあれだよね、最初か、あの、取りに帰るやつだったよね、原作の時なんかはね。で、チェス、もうこれ1対1になってるよね。これ、でもキングがいないよね、これクイーンだよね、クイーン VS ナイトになってるんだよな。あ、じゃあキングだわ、ごめん、普通にキングだわ、ジジイの顔だった。で、至高のロットっていう感じですね。これなんか、あー、なるほどね、宝石が上に刺さってるから贅沢ですね。で、不義の像だね。なんかこれを手に入れた時にそれ売るのみたいなことなんか言ってたけど、こいつ結局正体何なんだろう、カエルとアリクイが合体したみたいな感じだ。で、出た、ジャック・スパローのコンパス、北は刺さない、欲しいものを刺してくれるっていうコンパスですね。で、あ、これ何だったっけ、黄金の剣、ヘビ、ヘビ、あ、これあれじゃん、鎖ヘビ踏みつぶされてる。おめえ、だから何のプレイだっちこれ目隠ししてんじゃん、面白。あー、でこれはあのチャプター 5, あの5の2じゃなくて、あの14だったっけな、の最初で手に入るやつですね。ちょっといろいろ入ってる。で、あー、黄金のスカラベだね。黄金のスカラベはくるっと回って、でこいつが、ハムナプトライナー。ギガン、血管のあたりもなんかすごいリアルだね、このあたりね。こういうの目に入れても大丈夫なんだろうね、痛くないんだろうな、すごいよね。で、これはあれか、だから ベルデューゴを倒した時に手に入るやつか。これ何の意味があるんだろうな。ベルデューゴが多分前世はきっと人間だった頃につけたやつだって。で、口紅と、あれでもあいつ口紅したっけな。これがなんか高い、しかもこれ中古品だろ、中古品ならなんとか買ってくれるって、なかなか武器商人さんもおつなもんだよね。で、映写機ですね。映写機このタイミングで出てくるんだ。これあれだよ、村長の家に隠されてるやつね。で次、あー、なるほどね、全部入った仮面ね。これあれだよ、ファントム、ファントムがつけるお面ね。で、あ、フラミンゴね、ラララプラプラプラ、これは中に何入れたら美味しいだろうね。まあ、紅茶だろうな。で、あー、妖精ね。あ、ちゃんと蝶々になってる。蝶々、菜の葉に、次。で、サラザール家の王冠と。まあ、ただの王冠になってたけどね。これもなんか全部違う色でしたら、あの、10万パーツ、ペスだったっけ以上になるって言われたところだね。重そう。あ、出た。なんとかの猫。おめめキラキラーって。次で、置き時計だね。ただいまの時刻1時、違うな、あ、これは多分壊れてます。この1時だった、1時過ぎだったとしたら、この時間帯でそこに単身があるのはありえないですからね。次、これ何だったっけ、なんか2つはめるやつ、うん、2つはめるやつで、これを飲んで、これで、命の水を飲んだら、骸骨になります。インディ・ジョーンズです。最後の聖戦。なんか、こういうのとかをさ、嫁さんにつけてさ、ちょっとしたいいお店なんかに行ったりとかしたら、ね、2つかもね。これは指輪なのかな ?2 つはめれる指輪かな。ここだけでも価値ありそうな感じするけどね、この両サイドでも。
ノーコメント、うん、音もなんないしね、残念。ということで戻ってきたかな、戻ってきたね。ちょっと待って、あのね、動かせるってことが分かったから、ちょっとね、こうしてこうして、でこうよ、この画角が一番やばいんじゃないかね。えほら、プルン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 、やっぱみんなこれを求めてるっしょ。で、こいつ。これ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 。こいつって言っちゃった。このお方。ねえ。ほら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 。で、からの。よいしょ。ほら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 。ほら。よし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 。あ、ちょっと。この微調整がむずい。微調整がむずい。感度良すぎる。感度がいい。感度がいいのはお胸とあそこだけにしてくれ。ほら、ほら、もう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 、やばいんだよね。これ、ちょっと、一番下まで下がって、こうして、これ、がっつり見えてんじゃん。ねえ。ああ、最後にちょっと堪能させていただきましたわ。ありがとうございます。いや、これ、ご褒美だよね。本当にね。なんか、悪いことした人みたいになってるから。戻る。OK。はい。ということで、皆さんと共にですね、フィギュア堪能させていただきましたと。ということで、今回のフィギュアパートは以上とさせていただくんですが、次回以降ね、またぜひ、村観光ツアーをね、やっていこうと思います。というのも、村のね、アイテム、特に宝石系なんかっていうのを全部、取得をしていくっていうミッションとかも残ってるんで、まあ、今回ちょっと、ゆるーくのんびりやりたいなと思ってるんで、アシステッドモードで、皆さんと共にね、村に、実はこんなことがあったんだ、みたいなことをね、こう、ちょっと一緒に、見ていこうというふうに思いますんで、ぜひ明日からもチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押しながらお待ちいただけたら幸いです。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。もうこの二人を堪能できたんで私は満足でございます。皆さんもいかがだったでしょうか。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。